Today is the new day for you and for El Chapo. Today we learn how to be happy, not perfect. Minasan, girl, kigen yo, Beriana desu. Hajimemashite no kata, ōi janai no kashira. 私、ブリアナギガンテと申します。本業はね、ショーガールー副業はユーチューバー。本日は、こちらのエルジャポンさんのビューティーリーダーに就任したっていう話なんで、こちらに、ね、呼ばれてやってまいりました。何をするのかはちょっとあまりよくわかってないんだけど、 流れに身を任せながらやっちまうかななんて思ってございます。ああ、本日は、あのね、この企画は、確かね、セルフラブだったかな。そこら辺をテーマにね、約4回か5回か、そんくらいでね、やってまいろうっていう話ですので、毎回ね、こう、ゲストさんがいらっしゃったりだとか、 知ってやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日は。美容といえば私の中でね。まず第一に彼女の姿が思い浮かびます。ともり先生にお越しいただいております。 どうもはじめましてとおりですよろしくお願いいたします本日はお迎えいただきまして大変光栄に思っております <laughs> 招いたのはあの L の方なんだろそうでしたねブリアナさんにお会いできると聞いてちょっと本当に嬉しく思っております私もね本当にねお話をいただいたもう直前の直前までね先生の動画見ていたので、えー、もう毛穴についてもね <laughs> 必死にね見ていたので 非常に嬉しく思ってございます眩しい本当ですかでも私も画面で見るよりも可愛い<あ> <laughs> 知ってます <laughs> あのセルフラブってことがね今回テーマでいただいてるんですけれども私はあのこの自分をね大切にするという行為の一つにお肌のケアというものがね入ってくるんですけれども私は 朝起きてまず第一に顔も洗わずに鏡をチェックしてどんくらい毛穴カッピラいてるかなっていうところのチェックから始まるんですねおいでさこういつもより小さいともうその日一日まるっとポジティブでいられるんですねけんどこう結構ちゃんとこう保湿とか 入れるものをちゃんと入れているつもりなのに、朝ああ開いてるってなっちゃうこともね、結構多々あるんですね。もうそういう日はさ、結構な全てがだるいしんどいってなりがちなので、やっぱりね、日々こう、朝の毛穴、小さく生きていきたいそういうのが一つあって、あの朝の毛穴の開きというのは、 どういっったもののかから来るのかなと思ってまず一つ素晴らしいなと思ったのはやはり毎日ご自身のお肌をチェックするっていうところはもう皮膚科医としてはぜひやっていただきたいところなんですね。皮膚ってやっぱり365日であの季節によっても全く変わってくるのでいや実は同じようなスキンケアもちょっとずつ変えなくちゃいけないんですよ。 まず第一にしていただきたいことは毎日自分のお肌を見ること。で、その中で多分ブリアナさんは毛穴というところにフォーカスをしていると思うんですが、確かに毛穴って本当に日々変わるんですね。で、まず一番大きな要因は、やはり毛穴っていうのは皮脂が関係しているので、皮脂の分泌が多いか少ないかっていうことが関係してくるんですよ。それって、 もちろんスキンケアでたくさん入れたとかちょっと少なかっただけではなくて例えばストレスストレスがかかってもあの人間ってこう結構あの皮脂分泌が活発になったりしますあとは睡眠不足ですね睡眠不足になると今度は水分量が減りますはいそうなん なので、お水と油のバランスですから、例えばストレスが多くなって油が多くなるで。例えば睡眠不足で水分が少なくなる。そうするとバランスが悪くなって毛穴で開きますよね。<あ>ででももどんなに睡眠不足でも とても幸せな気持ちで寝たりとか、ちょっと朝ねあの鏡を見る前にすごくリラックスをして起きたりっていう日はもしかしたら少しあの毛穴が少ないかもしれない。やっぱりとても心のメンタルっていうところもあの重要になってくると思います。なるほど。私あの寝不足結構今ねズキッといたしました。刺さるものがあった。私結構で、ね、あのゲームに夢中なっちゃうと、うん。養ふかししがちなのでね。 確かにそういう日のね、次の朝はカッピラいてるかもしれないな。あともう一つうん、うん、画面から来るブルーライトっていう強敵もおりましてそれもですね、最近はですね、乾燥させたりとかあの、まあ、肌の炎症を起こすっていうことも分かってきているのでブルーライトで。 困るそうなんですよもちろんね全部が全部ではないんですけれどもうん、うん、少しブルーライトをカットするようなフィルターをかけたりとか、はい、あとは時間を決めるまあねでもそれがまたストレスになってはいけないので時間を決めて楽しくあのしていただければいいんじゃないかなと思います。やっぱりバランスね、うんあ。ゲームに関してはちょっとねバランスを考えれなくなっちゃうことがあるので <laughs> 気をつけないといけないね。なるほど。 なんかこうさ、あのー、惜しみだったりとか推、うん、しは結構気にされてる方とかも多いと思うんですね。はい、結構私の手きっぴ、うん、よく笑う方なのでこうな目尻だとか、うん、ほうれい線とか彼はねほとんど気にしていないんですけれども、うん、それはやっぱり自然なこと、うん、でそれをこう自然なことじゃなくてあらがう。 うん、がうことがストレスになっちゃってる方とかも結構多いと思うんですね。こうそれをどうにか解消したい解消したくていろいろやってみるけどなかなか解消できないそれがストレスになって結構自分に自信がなくなってっちゃうみたいな方も結構多いと思うんですねそういった方って先生のとここれによくいらっしゃるんじゃないのかしら 確かにシみ、しわ、たるみ。これは老化の,、まあ、なんてのサインの大きなものですよね。でどんなに抗、まあ、ったところでも、平等に人間というのは年を取りますから、それが絶対に起こらないということはありえないです。でやっぱり笑ったりとかすると表情によって人間はしわができる生き物ですから、ただそれが 定着しないようにするとか、濃くしないようにするってことはできるんですね。なのでそれをポジティブに楽しんで、例えば私今44歳なんですけれども、40代の自分で一番綺麗でいればいいっていうふうになればいいんですが、20代のあの頃に戻りたいはやっぱり難しいんですよ。それに不自然になります。 なので、やっぱ美容っていうのは、鏡を見て、ここの部分だけではなくて、やっぱりトータルで見た時のバランスだったりとか、やっぱり他人が見た時の自分の印象というものを決めなくてはいけないんですね。ですから、クリニックに来る患者さんで、先生、私、あの、老化が気になるアンチエイジングしたい。何をしたらいいですかって聞かれると、私は必ず何もしなくていいですと。 答えますただ具体的にこのほうれい線がとかこのシミがっていうようであれば今のお話じゃ全部をなくすことはできません。 だけれども今のあなたの年齢でだったらこれぐらいの改善方法とこういったものもありますよっていうご提案はするんですねなので一つのことを悩みすぎていてそれが逆にもうなんか青い鳥を探すようにずっとなんか改善できないことで空回りしちゃうよりはどこまでが上限どこまではいけますよっていうことをご提案する例えば本当になくしたいんだったらもう手術 ねね、なんだったらもう本当にダウンタイムもある手術もありますでもそれじゃあ違いますよねでもそうじゃなかったとしたらそれぐらいだけれどもダウンタイムはないものでもそれも嫌だったとしたらじゃあ,そあのもうちょっと長期的にやらなきゃいけないスキンケアにしましょうかとかご提案をすることはしますが、うん、もう100%今日塗って明日パッときれいになるっていうことはないですよっていうお話は必ずしますうんうん、うん、やっぱりさ結構お悩みが尽きない方って こうご自身というよりはこう他人様に軸を置いてる方がやっぱり多いと思うんですね。あの方肌が綺麗っていう綺麗になんかこう比べちゃってる、うん、自分とそれが結構さこう引き金となって止まらない方とかずっと気になっちゃう方やっぱりいらっしゃると思うんですけれども私はこう自身の自分の肌の 良き悪きというかこう調子がいいのか調子が悪いのかそこをやっぱり一番気にするようになってからはだいぶストレスが減りました自分の中のこう肌の良いいのか悪いのかっていうのはこう毎日見てればね、うん、分かってきちゃうからやっぱそこがさ 人と比べてたらいつまでも終わらないというか、うん、結構やっぱり多いのは20代30代の方見てこう身近な方とかね職場とかそういったところで一緒にいる方の肌を見たりとか体型もそうですよね、うん、やっぱり比べてるといつまでも終わらないポジティブに生きていけないというかうん比べない 肌もね、そうですねやっぱり肌質って一人一人違うんですよまあ女性男性も違いますし年齢も違うあと季節によっても変わるんですねだから比べないことはとても大事だし比べないということは自分を知ることなんですよ本当にであともう一つ注意するのは他人はこう手を伸ばしたぐらいでしかあなたを見てない 私も今今日ちょっとブリ、うん、アンさん近いなと思ってますが、これ以上私が近づくことってまああんまりないじゃないですか。すね、現実世界。うん、でも、で、もう本当に近づいてるときには目つぶってますよね。そうい、ね、う、そういうシチュエーションのときには。でも自分って鏡を一番近くでこうやって見てるんですよ。そうだ。うん。だから一番自分の毛穴を近くで見てるのは自分しかいないんですね。 だから他人は人が思っているほどあなたの毛穴を見えていないし、興味もないっていうところをまず思った方がいいですし、だから自分のために毛穴を小さくしたい自分がって思うんであればそれはいいと思いますが、他人から見て自分が毛穴が開いてるんじゃないかっていう、そのなんか見えない、あの、なんかこう暗示にかかるのはやめていただきたいなっていうふうに思いますね。そうですね。私はあの、 そうね、皮膚科医っていうのかしら、うん、美容皮膚科に行くまではこんなに早く頼っておけばよかったって、うん、そうそうそう行って初めて気づいたというか、うん、私は結構ね四川肌というジャンルなので、うん、結構ニキビとか一時期は止まらなかったんですけれどもちゃんとね皮膚科医に。うん わか,かるようになってからもうねできてもすぐ治る、うん、肌になってきたのでおすすめよ。確かにニキビはね、うん、青春のシンボルとかそのままほっとけばいいと思っている方いますがあれは尋常性雑草っていう、うん、まあまあちょっと強めの、うん、強めだね、はい、雑草雑草という私もちょっと感じどうかなっていう <laughs> 怪しくなるぐらいのきちっとした病名がついているんですねなるほどはいおできとかね。<laughs> 不器用もなんてね、そう可愛いものではないので、しっかりとやっぱ治療が必要なのでそこはやっぱり頼っていただく。<laughs> でそうする中で、まあスキンケアのアドバイスだったりとかをすると、おっしゃるようにできてもすぐに治る。<laughs> そういったお肌が一番理想的ですよね。<laughs> そう確かにできちゃった時はね、しまったって、うん、昨夜の、うん、あれかなあれかなってあれ食っちゃったからかな、うん、って。 なるんですけれどもまあでも本当に2、3日くらいあればスーッと赤みも引いてね治っちゃうから対応の仕方が分かっていてまあ、2、3日すれば良くなるって分かっていればそんなに怖いことはないのでそこが一番いいんじゃないかなと思います先生は毛穴あるんですかもちろんありますゼロに見えるわけよ私から見るとね <laughs> 何にもないのトゥルーンとしてって陶器みたいなわけ でも結局さこのの距離感だとそうなのよね、はいうん、見えない、はい、見えないですしまあもちろんねそういったように私は本当に40代になってもニキビができるぐらいの姿勢肌なので、うん、やっぱり今の自分にまあ冬ですけれども、うん、でもやっぱりちょっとだけライトにとあの、まあ、ピーリングみたいなものをしたりトーニングをしたりっていうのはチョイスしてます。 でもまた真夏になるとまたそのピーリングの溶剤をちょっと変えたり少しアクティブにしたりっていうようなことを分かっているのでそこはもしかしたら専門家に聞いていただいてすごくいいアドバイスをいただくよく患者さんが何々の治療をしたいでですすってククリニックに来るんですよ、ね、SNS で例えばダーマペンが流行ってますとか <laughs> ハイフが流行ってますだからこれをやりたいですって来るんですがそもそもあなたの肌質にそれが必要ですか ということもあるんですねなのでそこはやっぱり何かをしたいではなくて気になるところを提示していただけると、うん、私たちはそれに対するあの、まあ、こう治療法をいくつかご提案できるのでうん、うん、その中から選んでいただきたいなとは思いますね。なるほど。お肌お肌ね潤ってるか潤ってないかでこう何て言うのかしら気持ちの部分ってやっぱり変わってくると思うんですね。うん、朝起きて カサカサしてるのか朝起きてもみずみずしい肌なのか私にとってはそうね自分を愛することの一つにかなりの保湿というものが関わってくるかな私からも一つ質問していいですかやっぱり私ブリアナさんの動画だったりご著書を見ててうん、うん、すごくポジティブな お考えだなって思うんですがやっぱり中には自分のことをポジティブに見えない方だったりどうしてもネガティブになっちゃう方とかいると思うんですがうん、うん、そういうマインドセットというかポジティブ思考というかそれってどういう、うん、いつ頃からそしてどんなきっかけでそういうふうになられたのかなと思って。私はあの結構皆さんにこうポジティブだったりとか、うん、前向きっていうふうにね 言われれがちなんですけれども私自身はそんなふうにそんなに思ってなくてネガティブだし結構前向きじゃないというか、うん、ポジティブじゃない時間もたくさんあるので、うん、そんなにねこう例えば向上心だったりとか、うん、そういうのもあまりないしだけどそうねこうまあお肌に関してもそうだけどあんまりこう 他人様は関係ないんだなっていうのに気づいてからは、まあ、ハッピーな時間増えたかな戻ったりとかするのね、うん、たまにこうやっぱりこう人様の目が気になってとかそういう方に立ち返る時もあったりとかしたんですけれどもどんどん立ち返らなくなるこううん 言い方悪いと自己中ってなりかねないんだけれども自分を幸せにできるのは自分だけだって気づいてからはもうスキンケアだろうかお食事だろうか自分の機嫌は自分でとっていくスタイルというのかそこがねなんかこう心地いいって気づいてからはどんどん実践をするようになっていって。 本来だったら、こう、人様の意見を聞いていたところを、ノーと言って、お断りして、自分のしたいことをしたりだとか、自分の意見を優先させたりって、するようになってから、こう、メンタルの方も、何というのか、うん、悩みすぎない時間というか、ちょっとこう考えても、スッと抜けていくような、うん、 時間が増えたかなそういうタイミングが増えたかなな、うん、そうなんかね他人様はね私たちを幸せにしてくれるわけじゃないから、うん、自身はね自分でこう楽しませてあげないともったいないよねみんな死んじゃうんだから、うん、確かにそうそうそう<え>みんな死んじゃうんだから今のうちにね自分が楽しめる自分が楽しいこと 探して、どんどん取り入れてねい、うん、ってそうするとこうよく眠れたりだとか、うん、お肌の調子良くなったりだとかしていくからね大切だと思います。うん すごい楽しかったです。私もありがとうございました。こちらこそね、見てる方も本当に思ってると思うんですが、やっぱり自分を知ることですよね。うん、スキンケアって自分を知ることだと私は思っているので、まず自分がどうなりたいかっていうのと自分の状態を知って、で迷った時には私のようなあの専門家、皮膚科の方に行っていただければと思います。ただ自分のマインドセットは自分でしかできないので、そういう時きはあね、あのブリアナさんの ご著書だったりとか見ていただければいいかなと思って私も本当に今日は自分のマインドセットになってすごい楽しかったですありがとうございます私たちはね完璧じゃなくていいと思ってるのね誰が何と言おうと世界で一番あなたが幸せだったらそれでいいと私は思いますこれからねこの企画を通してセルフラブ 自分の愛し方ゲストの方と一緒に学んでまいりましょう。ああ、L のさ、YouTube チャンネル、ちゃんと登録してちょうだいね。よろしくお願いいたします。See you in the next episode.